どうも、しゅねこです。今回もこちらの猫のパン屋さんやっていきたいと思います。パート4ということで、単発に実況シリーズですね。今回は10ステージ目からやっていきます。ここは4だね。飛ばしましょう。ペンキは怖いにゃん。白猫なんて、また白猫なんで取り扱いには注意にゃん。汚れちゃうからね。ペンキが欲しいにゃん。なんだろうね。なんか急に来るね。ペンキが欲しいにゃんって言われましたね。お、ペンキは、朝橋の猫にもらってにゃ、黒い猫にゃって書いてますね。そんな橋あったっけ。黒い猫ですか、黒猫さんですか、うん、なに、あうさしはまんあどういうことだい、どういうことだい、高く出てるところでない、届かないよ、出ましょう。黒い、とりあえず黒い猫やったんだね。こんにちは、いい天気だにゃー。海かな、海方面かな、ビーチ、あ、スコップありますね。おお、なんかうっそ、なんか手に入れたよ。こっちは、いてるじゃん。こんにちは。ペンキの箱の鍵をなくした、なくしちゃって開けれないんだにゃん。一緒に剥がしてくれない？なんでなくしたの？中にはペンキが入ってたし、鍵ですね。スコップ、あれどうしたの？いつも公園のバケツに入っている猫氏が何か拾ったようですよ。あの猫ちゃんね。あの猫ちゃんね、ありがとう。この猫ちゃんね。おいしょ。私の拾ったもの、干してやあげるにゃん。なに？ヒントは、足跡散歩にゃん。足跡散歩？なんかそういえば、海のところに足跡あるよね。これ。なに？1、2、3のこと、ここ？あ、スコップ？もしかして。なんか出てきた。なに？空を泳ぐ魚？何？何それ？空を泳ぐ魚？なんだ？もしかしてこれ？この4文字ってこと？空を浮かぶ魚？なんで？あれ待って、空を飛ぶ魚やったっけ？待って、飛びようとかそういう系？遠かったかな？ないや。あれ、飛び魚って飛ばない？違うか。待って、ちょっと見ましょう。戻ろ。あれ？なんて？空を泳ぐ魚、アメンボ、違うね。そんな。アメンボ魚じゃないでしょ。まあちょっと当てはめてみます。まあ4文字だしね。目なんてなかったよね。ないね。うさしは、そんなハマキとかもないもんね。ハマキ3文字ですもんね。あれ？ちょっとヒントあるかな。こんにちは、いらっしゃいませ。10分出てくちょうだいね。なさそうですね。ちょっと画面が暗くなります。すいません。ないよ。空を泳ぐ魚って何？なんだ、なんか自分のティッシュが足りない。ちょっとシネコのティッシュ足りないのか。空を、アメンボ。でも、目がないもんね。アメンボなんてないもんね。てか、アメンボ魚じゃないような感じしますしね。飛び魚も違うしね。遠ないしね。マンボウ？棒がないわ。棒がなかったよ。あんこ。あれ、あん、
あ、こうや。こうやった、こうやった。あ、こうがない。こうがない。え、まん、あれ、まん、あ、あ、あん、こうがったんだけど、こうないもんね。でも、トビウム、待って、トビ、あ、え、サンマ違うか。何何うさ、さ、ひ、ひや、は、はうさ、しゃうさし、ま、ま、まう、まさ、まし、まは。何ちょっとこれは、ヒント。ですね。まあ、ヒントを見たんですけど、これだけじゃないみたいですね。もっと他に探す場所があったらしい。っていうことなので、まあ、それ探していきます。ここは、まあ、ティーキバンのパワースポット、にゃーって言っています。猫ちゃんの右側になんか加えてますね。双眼書、勘で買いましたね。双眼書がありましたと。うわーだよ。で、この双眼書を、どこに使うんだ？どこに使うんだ？そこまで見てないよ。あ、これかい？今日のなぞなぞ、まんま馬。何？まんま馬って何？何？まんま馬？何？まんま馬？どういうことだいたこやつでのおっちゃん、なっしゃいやつぎだよ。どうしたらいいんですか。水出てますね。ただなんもないんですね。なんでだろうね。なんでだろうね。ねえねえ。どうすればいいんだい。他にね、なんか他にスコップで取れる場所があるらしいんですけど、それをどこかちょっと忘れちゃいましたので、まあちょっと、まあぐるぐる回って、まあ行きましょう。回ってみましょう。ないね。しょうがない。ヒントを見ましょうか。ね。その2をね、見てしまいましたよね。ヒント見ましょう。ちょっと答え見えちゃった。答え見えちゃった。そうなんですよ。ということは、まあちょっとヒントもあれなんですけど、なんだ、空を飛ぶ魚は一体どういうあれだったんだろうねっていう感じを、じゃあびっくりした。はい、突然の高校でしたね。高校ね。どこだったっけ。で、あ、そうそう、なんか、まあ馬が、そういうことね。暇馬と。今回はね、ちょっとヒントを見てしまいましたけどね。何？ああ、そういうことね。で、まあ、埋まってるよって教えてくれると。で、埋まってるよってことなので、あれここじゃないの？ああ、これを掘ると、鍵。どこにあるんだろうね。さあ、これでね、渡しましょう。すいません。答え見てね、すいませんでした。ということで、クリアです。芸術家になった気分にゃん。ということで、次お願い。おー、完成。てか、ペンチ塗ったね。いい機械で噛みましたね。いい機械だから、新商品を作るにゃん。前から思ってたんだけど、魚を挟むシンプルな作り。その名も、魚パニャーン。他の店でやってないから、絶対バグるにゃーん。もう、ボスさん、ブンブンブン言ってるよ。もう、気が気が言ってるよ。気が気が。さあ、次、お、なんかお店っぽくなってきましたね。シンプルイズベストにゃーん。素材の味を楽しむっていうじゃない。ってわけで、魚が欲しいにゃーん。海で魚を釣ってきてほしいにゃ、猫の長い11匹です。さあ、今回もね、やっていきましょう。お、
友達に釣り竿を貸してた、貸してたにゃん、貸してもらってにゃん、友達にやってどこ、そんな人待って、そんな猫ちゃんいたっけ、なんかそんな人とか言っちゃったけど、あれいましたいましたっけ、そんな猫ちゃん見たことないよっていうようなような感じがするよ。まあ出ましょう。この猫違うもんね。いい天気だにゃーだもんね。どこだろうね、おっちゃん。よっしゃい、やりきれよ。まあおっちゃんじゃないかもしれないけどね。ね、この猫ちゃんかい、違うね。さっきトイレに入ってたら、入ったら釣り竿があったにゃ、なじゃなしにゃ。あ、待って、友達などうした。あれ、ちょっと猫ちゃん友達は釣り竿電気だ。ね、猫ちゃん友達どうしたんだろう。いないよ。おお、どうした、カニのおかげでいたら、いたずらな波に長靴を触れてしまいました。釣るか、行け、釣れ。釣れ。釣れない、釣れ。よし、なんだ、引っ張れ。何かん、あ、機関が釣れた。ちょ、もう一丁やろう。いけ、長靴。あ、これはもしかしてこの猫ちゃんの長靴かな。おお、ありがとうございます。お礼に、これはどうぞ。何、伝説の釣り、何釣り針。え、何これでどうすんだ。ガッチャンコするの、ガッチャンコ。ほい、あれ、いけ。おお、伝説の釣り竿を手に入れた。いけー、釣れ。いけ、おお、ゲット、クリアー。ゲット。今回はいけましたね。釣りは、そのぐりはにゃー。待って、釣り竿なんかいらなかったの、大丈夫。売れないにゃー。どうしてにゃー。お魚版、赤字。赤字で出るよ。ちょっと待ちで、アンケート取ってくるにゃん。すー、さて、何が人気なのかにゃん。おお、なんか、頑張ってるよ。ひゅひゅ、あー、ねえ、アンケート用紙か。あー、カモメやったっけ、カモメさん。にゃー、待ってにゃん。かわいそうだよ。あ、あれは、有名な、いたずらカモメにゃー。似たものならすぐ持って帰りする癖があるにゃー。私も連れされたで、感じたよ。私も連れされた、連れされそうになったことが何度も。とにかく捕まえてにゃー。猫の中に銃にカモメを捕まえてにゃー。レッツゴー、捕まえろー、カモメを捕まえろー。ですね。なんもないね。なんもないですね。さあ、出ましょう、出ましょう。なんもないね。出ましょう。うわ、ビクさん、おる。あれ、ビクさん、どこ行った。なんだか、今日はカモメが探しんにゃん。いたー。あ、まだバレてるよ。ちょ、ごまかせないよ。噛んだよ。あ、いないね。やっしゃい、やってたよ。おお、いてる、猫ちゃん、すごいにゃん、まるで銀座にゃん、銀座にゃん。猫ちゃん、ここは町一番のパワースポットにゃん。いないね、こっちかな。いないね、こっちかな。いないね、こっちかな。いないね。いないね。そう簡単には見つかりませんよって感じかな。トイレは？いないね。いないよね。いないよね。いませんよね。いないね。あれ？待って、ここにいてる。よーし、4回くらい見つけたかな。どこだどこだ？どこだどこだ？探すのはまあまあどこだよ。おー、おった。おー、今度はそっち。海ですね。いないね。おいおいおい、なにこれ、なにびっくりした。探せ。え、なに、なんか唐突な間違い探しをしないといけない。どれだ。てん、いないとかない。そんなことない。いないとかないかい、これ。ん、あ、
いた。わかりました？わかりましたか？わかりましたか？多分これかな。おー、クリア。正解。やった。四足歩行の時は素早く歩きでにゃん。お、なるほど、カレーパンが人気みたいだにゃん。ネズミくん。お、なに、なに、人気のカレーが出るよ。パンコンテストが開催され、そこに出店する海軍が来て、海軍飲み軍、海軍が来ているので、カレーのスパイスを売ってもらう。究極のカレーパンを作る。おー、猫くんのアドバイスだね。それにゃん、究極のカレーパンを作るにゃん。あ、待って、ちょっとカモメさん、カモメさんもなんか、よ、4人か4匹体制になったよ。増えたよ、仲間。よかったよかったよかったね、よかったね、猫ちゃん。ってところでですね、今回のパート4は期間的にちょうどいい感じなので、ここまでにさせていただこうかなと思います。次回、究極のカレーパン作りにしましょうということで、もしこの動画が少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。